それでは表題の論文について勝田が説明をします。まず、この論文の内容は、平滑コーパスを作成を自動で行いというもので、文の類似度をもとに平移のコーパス、平移の文を集めたものとそれ以外の文との類似度で比較して自動でそれを、くっつけて、コーパスにするというものでした。で、そのまず類似度の計算の評価と それをもと類似度でコーパスを作って SNT をに突っ込んでのコーパスの評価の2種類で、なかなかにいい評価を取れたという内容でした。で、処理の流れなんですけど、まずコーパスを作るというので、シンプルなものとそれシンプルでないものとで文ごとにその全て類似度を取って、でその式値である程度以上のものというのを、くっつけて、コーパスにしますと。でそれを SNT で、やって、平易なものをというのがこの処理の流れです。で類似度の計算については4つの手法を提案してて、この人が提案している3つの手法と、あとはムーバーズディスタンスというもので類似度を計算していました。で、アベレージアライメントはその、アベレージなのっていう名前の通り平均を取るもので、文章の全ての単語に対しての平均を取っています。でマキシマムアライメントはその文章の片方の単語に対してもう片方の文章の中で一番類似度の高い単語同士を足し合わせてその平均を取るという計算方法です。でハンガリーは、完全二分岐で二分岐じゃない完全二分グラフでその重さを類似度としてで最も高い組み合わせというのを、計算する手法で、ワードムーバーズディスタンスは、その2つの文章を輸送問題と捉えた時の最小の輸送コストを求めるものです。で、一応他のものと指標をそれを、1を最大とするために1、ワードムーバーズの評価で、少し計算を1からその距離を引くという形にしています。で実際にその研究実験で評価をするときは、イングリッシュウィキペディアとシンプルイングリッシュウィキペディア のラベルされたデータを評価実際に分類するという実験を行っています。でこれがグッドとグッドパーシャルと、この4つのラベルでそれぞれ、グッドが277という、これだけの数があって、で分類するときはこのグッドとそれ以外にまたはグッドとG と GP とその残り2つの日に分類するというのを、類似度の式値でどれだけの精度が出るかを計算した結果が、こちらで、この結果から言うとG とそれ以外であればワードムーバーズディスタンスが一番良かったということで、G たす GP とそれ以外を分類するときはマキシマムが一番いいという結果になりました。で、アベレージドマキシマムに関しては単語同士の類似度しか取ってないので文としてはあんまり比較してないという意味 結構この下の2つを、主に取ってたんですけど、ハンガリーはあんまり類、そういうのでは精度が良くなかったというので、その原因としてはその前に純粋に それぞれの比較で、これがその PR のカーブになります。で、ちょっと文字が見づらいんですけど、この赤がマキシマムで紫がワードムーバーズで青が、この
他の比較として先行研究で挙げてある、アディティブエンベッティングズの線ですね、青が。で、水色がハンガリーで、紫が平均アベレージの線です。で、G と O ではほとんどワードムーバーズと、マキシマムはほぼ同じなのに対して、 GP も分類しようとすると、マキシマムの方が明らかにいいっていう結果になっています。で、次にハンガリーが思ったより悪かったっていうので、どういうふうにマッチを、その類似度の最大が取ってるかっていうののデータがこれになって、で、こっち側がハンガリーの方で対応付けされたものなんですけど、この場合だと、この体が is と tree っていうのがほぼ一番近いっていうふうになったり、逆に、こっちの、tree はこっちの文での is に対応するというような、予想よりも思ったよりも同じ単語を取ってきてないというのが、その主に精度を悪くした原因で、こっちだとほぼ同じ単語っていうのは同じ単語でも対応付けられているので、その分精度は良かったというふうな結果になりました。で、次にその一番精度が良かったということで、マキシマムでコーパスを実際に、類似度としてはこのように設定してコーパスを作成して、で、イングリッシュウィキペディアとシンプルイングリッシュウィキペディアを、タイトルで126,725記事のペアを作って、で、実際に、どれだけ、実際にその記事から、492,993分のコーパスを、あ、つ、えーと、平以下の対のコーパスを作成して、で、フレーズベースの SMT に。で、これが、大体その時の類似度によって、実際に付けられた、ノーマルとシンプルの例ですね。0.9だと、これぐらい、こういうものが平以下のコーパスの中に入ってきて、0.8だとこういうの、ということになります。で、実際にその先ほどの作ったコーパスで、500分をチューニングで残りをトレーニングで、実際に G と GP のデータをセットとしてブルーで評価した結果がこちらで、この下の4行が、そうですね、で、これが、全部のコーパスを、で、自分の、SMT でもそれぞれ、コーパスを段階的に上げていって、で、全部使った時が、一番ブルーとしては高かったということで、今までの研究よりも、今までのある他の研究よりも、自動で作ったコーパスで学習させたものの方が、精度はいいということになります。で、実際にどういうふう、インプこれが例になるんですけど、この文章をインプットした時に、リファレンスがこれで、実えーと、が SMT で翻訳した結果が一番下のやつで、この文章だと、そもそもリファレンスだと前の文章はもう完全にいらないって切り取られてるんですけど、それが残ってしまってはいるんですけど、後ろの文章はほぼ完璧に平易にすることができています。で、まとめると、自動でコーパスを作成して、で、それも類似度しか取ってないので、かなり低コストで構築することができたと。で、この手法であれば他の言語にも適用できるのではないかということでした。以上で発表を終わります。